Let's go。とちぎトヨペットは社員が自らの仕事に自信と誇りを持って生き生きと活動し、お客様から信頼され社会からも必要とされる町一番の会社となることを目指しています。社員の幸福と社会貢献という創業以来一貫して変わることのない経営理念をしっかりと胸に刻み、その実現に向け全員でチャレンジし続けてまいります。私は小さい頃から車が好きで、将来は車に携わる仕事をしたいと思っていました。車という商品は販売して終わりではなく、その後のアフターメンテナンスが必要です。お客様と営業スタッフは長いお付き合いができる仕事だということが分かりました。人と人との関係を作っていく仕事だと思うと、カーディーラーの仕事はとても魅力的で、迷わずこの世界に飛び込もうと思いました。はい、ガソリンスタンドでのアルバイトがきっかけでした。軽作業を経験させていただく中で、たくさんの車種や仕組み、最新機能に興味を持ち、自動車整備の学校へと進学しました。工場見学をした際に、先輩エンジニアがお客様に満面の笑顔でありがとう、またよろしくと声をかけられている姿を見て、私もここでお客様に信頼され寄り添えるエンジニアになりたいと思い志望しました。休日は家族と出かけたり遊んだりしています。2人の子供と触れ合うことは、毎日新しい発見や成長を見ることができて、大変なこともありますが楽しいです。お客様の生活環境、家族構成などにより、どのような購入方法が一番合っているのか、自分からいろいろとご提案させていただき、お客様に喜んでいただいた時が一番充実します。高橋さんから買うよとお声掛けいただくことも増え、さらにはぜひとも紹介したいと言っていただけるようになり、ますますやりがいを感じています。トヨタには様々な教育制度や技術力を磨く仕組みがあります。独自の技術検定もその一つで、4級からスタートして段階的にスキルと知識を磨き、頂点である1級を目指します。トップクルーはさらにその上で超難関のエンジニア憧れの資格です。全国でもわずかしかいない最高峰のエンジニアになりたい、これが今の私の目標です。とちぎトヨペット株式会社のリクルートについて、詳しくはとちぎベストカンパニーと検索をお願いします。私にとってベストカンパニーとは、笑顔の絶えない職場です。自分が大きく成長できる会社だと思います。